日本地図で見る人口統計ランキング。平均寿命。日本は平均寿命が長い国として世界的に有名だ。例えば、世界保健機関の調査によれば、2019年時点での平均寿命は世界一位で、その他の各種統計を見ても、やはり日本の平均寿命は特筆すべきものがある。確かに、長寿の国って印象はあるわね。では、日本の平均寿命に加点をもたらしているのは、一体、どのあたりの地域なのか？ダンブルドアを探せ。というわけで、市区町村単位で、平均寿命の長さを日本地図に反映してみた。ほう。この図表の見方だけど、水色になればなるほど、平均寿命は短く、オレンジ色になればなるほど、平均寿命は長くなる。なお、左が男性で、右が女性だぜ。パッと見た感じの全体的な印象はどう？なんか、東北やばない？だな。東北は男女ともに平均寿命が短い傾向にあるぜ。例えば、福島県、岩手県、秋田県は男女ともに下位に沈んでおり、青森県に至っては、男女ともに最下位となっている。で、長野あたりが結構オレンジっぽいわね。だな。長野県は、男性が平均寿命2位、女性も平均寿命1位だ。なんか不思議ね。うん？何がだ？青森と長野って、両方とも日本有数のリンゴ産地じゃん。確かに、青森は生産量1位、長野は生産量2位だな。ってことは、両県ともリンゴをたくさん食べているはずなのに、全然平均寿命が違うって、不思議だなと思って。あ、リンゴなんか食っても、健康には微塵も関係ないということか。唐突なディスやめろ。で、なぜこんなに平均寿命に差が出るのよ？東北で平均寿命が短くなる理由は、喫煙率と飲酒率が高く、寒いため塩分摂取量が多いためだ。実際に、日本地図で喫煙率を見てみると、東北は圧倒的な高さを誇っていることがわかる。やっぱタバコは健康に悪いんか。一方、長野県の平均寿命が長い理由は、野菜をめっちゃ食うことと、高齢者の就業率が高いことが原因と言われる。ダンブルドアは長野にいるのね。だぜ。では、全体感を把握できたところで、市区町村ランキングを発表していこう。男性の平均寿命からいくぜ。第3位、東京都世田谷区、82.8 歳。第2位、神奈川県川崎市麻生区、83.1 歳。第1位、神奈川県横浜市青葉区、83.3 歳、となる。あれ、大都市の周辺の男性の平均寿命が長くなる？だな。これらの地区で、男性の平均寿命が長いのは、新興住宅街が広がるエリアで、公園や福祉施設が充実しており、喫煙率も全国平均の半分だからだ。あと、所得の高さも理由の一つ、と言われている。やっぱ金は命か。次に女性のランキングだ。同率第2位、沖縄県中城村、88.8 歳。同率第2位、沖縄県名護市、88.8 歳。第1位、沖縄県北中城村、89歳。唐突な沖縄無双。これは、沖縄の伝統食が、和食と比較して、塩分量が少なく動物性タンパク質が多いため、とされているぜ。平均寿命は、とにかくタバコとご飯だってことは分かったわ。男女比率。次は男女比率についてだ。男女比って場所でそんなに偏りあるんだっけ？結構ある。そもそも論の話をすると、生物学的には、女性が100人に対して男性は106人も生まれる。は？これは、男性の方が死亡率が高いためだと言われているぜ。男性サイドは生まれながらに、ひも手が6人も誕生してしまうの？まあ、その、終わってるやんけ、人間。まあまあ。というわけで、男女比を示した日本地図を用意したので見てくれ。この地図の見方をざっくり説明すると、女性100人に対して、何人男性がいるかを示したもので、青色は、女性100人に対して男性が110人以上いることになるし、赤色は、女性100人に対して男性が90人未満しかいないことになる。要するに、赤が女性が多くて、青が男性が多いことになる。というわけで、まずは全体的な印象を聞かせてくれ。あのさ、生物学的に男性が多く生まれるとか言ってたのに、全体的に赤い気がするんだけど、つまり、女性が多いってことになってない？実は、日本全体で言うと、女性の方が約 5% ほど多いんだぜ。生物学のありがたい法則はどこ行ったんや？ここで日本の人口ピラミッドを見てほしい。うん。1歳から4歳の人口を見ると、男性の方が多く生まれてるだろ？そうね。だから、生物学のありがたい法則は健在だ。次に、65歳以降を見てほしいんだが、女性の数が多くなっていっていないか？あ、確かに。実際に人口ピラミッドを2つ折りにしてみると、高齢になれば、女性の方が多くなることがわかるはずだ。
え、なんで男性が減っていくのよ、ホラーじゃん。日本では女性の方が長生きなんだ。だから、高齢化が進行すれば、女性比率が高くなるんだぜ。あ、そういうこと？だぜ。つまり、男女比率を日本地図に反映してみると、全体としては、女性比率が高く高齢化が進行していることが伺えるわけだ。では、全体感を把握できたところで、市区町村ランキングを見ていこう。うっす。男性比率トップの地域から。ぎょい。男性比率、第3位、東京都、豊島村、女性100人に対して、男性 136.6 人、だ。女性100人に対して、男性が136人も、天変地異でも起きたんか？もちろんそんなわけもなく、豊島村って離島なんだけど、公務や土木作業のために、一定数は男性が必要だ。だから島外から男性が働きに来るんだけど、離島は、もともと人口が少ないから、ちょっと男性が増えただけでも、一気に男性比率が上がるんだ。なるほど。だから、ご覧の通り、男性比率の高い離島は結構多い。ほへぇ。ちなみに先出しをしちゃうけど、男性比率第1位の地域も離島で、男性比率、第1位、沖縄県北大東村、女性100人に対して、男性 139.2 人、だ。では、離島以外のパターンで、男性比率が高くなる事例を紹介しよう。男性比率、第2位、大阪府大阪市西成区、女性100人に対して、男性 139.1 人。あ。西成区の男性比率が高い理由は、想像できると思うけど、一応説明するぜ。お願いするわ。西成区には、日本有数のドヤ街が存在している。ドヤ街？日雇い労働者のための、簡易宿泊施設が集積する区画のことだな。この、ドヤ街に集まる日雇い労働者は、男性が多いため、結果的に男性比率が高くなるんだぜ。なるほどね。これと同様に、雇用形態や労働条件によって、男性比率が高くなるってのは、ままある。例えば、レタス栽培のために外国人の男性労働者を集めた結果、長野県川上村では、女性100人に対して男性が 115.6 人に、工場の集積によって男性労働者が集まった結果、神奈川県川崎市川崎区では、女性100人に対して男性が 116.7 人に。なんやこの川が多い住所。原子力発電所関連産業に、男性が多く従事した結果、青森県6カ所村では、女性100人に対して男性が 117.8 人になってるぜ。肉体的に男性の方が向いてる仕事もあるだろうし、まあ当然といえば当然か。だよな。では、次に女性比率の高い市区町村を紹介しよう。待ってました。第3位、山口県阿武町、女性100人に対して、男性 81.2 人。第2位、和歌山県太地町、女性100人に対して、男性 81.1 人。これは、やっぱり高齢化の影響ってこと？だな。山口県阿武町と和歌山県太地町は、高齢化の影響をもろに受けて、女性比率が高まった典型例だ。多分視聴者が気にしているのは、若い女性がたくさんいる場所だと思うんだけど。てめえ、世の中を舐めてんのか？そんな都合いい場所があるわけが。そうよね。あ、あった。うおうおうおお。成人君子の諸君に朗報だ。チャンネルはそのまま。アクシロ、しばくぞ。若い女性が多いがために、女性比率が高い地域、かつ、栄えある女性比率、堂々の全国第一位は、福岡県福岡市、中央区、女性100人に対して、男性 80.1 人だ。福岡？東京ではないのが少し意外だけど、キラキラ大都会生活に憧れて、若い女性が上京するってのは事実なんだが、ただ、キラキラ大都会に憧れるのは女性だけではないってことだ。あ、男性も上京するから、女性比率が極端に高くなるってことがないのか。察しがいいな。では一体、福岡県に何が起きているのか。福岡県は、経済的にも人口的にも、九州地方のどんだ。ゆえに福岡は九州各地から人を集めるぜ。実際に福岡への転入数を見てみると、このように九州全域から人を集めているのが見て取れる。年間8200人も増えてるのか。ところで、いつ引っ越しする人が多いと思う？え？大学進学とかじゃないの？ご名答。人口動態学的には、移動のきっかけは、進学か就職だとされる。福岡県もその例に漏れない。福岡も進学や就職を気にやってくる人が多いと。だぜ。実際に、増えた8200人の内訳を見ると、0歳から14歳までの転入転出数の合計は、こんな感じなんだけど、これが大学進学の15歳から19歳になると、こうなる。爆上げじゃん。これは、教育機関が充実していることが関係していて、例えば、大学と短大の合計は、52校にも及び、東京、大阪、愛知、兵庫に次いで、全国5番目だからだ。なるほど、それで若い学生が集まるのね。
でも男性も結構集まっているように見えるけど。そうなんだ。では、それが20歳から24歳になるとどうなるか見てみよう。うわぁ、一気に男性が流出してるわ。これは、福岡に、収入面で魅力的な就業機会が少ないために、就職を機に、男性が東京や大阪に流出してしまうためだ。で、これは、福岡市中央区の傾向というより、福岡県全体の傾向なんだけど、一方の女性はというと、20歳から24歳のタイミングでも、引き続き増え続ける。なんで、魅力的な就業機会がないんじゃ。女性比率が高い職業ってのがあって、例えばそれは、医療や福祉などのサービス業なんだが、看護師さんとか、薬剤師さんとか、介護士さんね。だぜ。じゃあ、医療福祉関連の従事者の比率が高い地域はどこかというと、これがドンピシャで福岡県なんだ。ほら。全国第2位と全国第3位の地域が福岡にあるのか。っていうか、4人に1人も医療福祉関連の従事者がいるとは。伝統的に西日本は医療福祉産業が強く、特にその中でも、福岡は医療福祉関連の就業機会に恵まれている。だから、20代以降も女性については、他県から流入してくるという状況が続くんだ。以上の議論をまとめると、進学、就業の結果、15歳から24歳の女性が、毎年1500人程度、福岡県にプールされる計算になる。この傾向が、何年も続いているため、若い女性の比率がどんどん高くなってしまうわけだ。それで女性が多いのか。だぜ。あとは、九州の女性は、地元愛が強いってのも一つの要素だったりする。要は、大量に大学や短大を設け、大量に人材を育てる一方で、金払いの良い魅力的な人材活躍の場を用意しなければ、東京に男性を集中されて、結果、若い女性が多い地域を作れるというわけだ。リアル放置少女か。ちなみに、京都市や札幌市にもこの傾向は見られる。なんかあんまり喜べるような事態ではないのね。かもな。ちなみに、東京による労働者集中を、東京一極集中問題とかって呼ぶんだけど、日本政府的には、どうやら結構な問題らしいので、せっかくだから福岡県を PR しておこう。東京砂漠系非モテ男子へ次ぐ、おいでよ福岡。煽るなぁ。合計特殊出生率。日本の人口は、2020年時点で1億2000万人だが、国立社会保障人口問題研究所によれば、2065年には、8065万人まで減少するらしい。そんな話はよく聞くけど。というわけで、合計特殊出生率が高い地域を見てやれば、人口減少問題解決のヒントが得られるかもしれない。お、まあ焼け石に水だけど。ってなわけで、合計特殊出生率を反映した日本地図を見てもらおう。なお、本動画では合計特殊出生率を出生率と呼称する。重ね重ね申し訳ないんだけど、合計特殊出生率ってなんぞ？一人の女性が、15歳から49歳の間に産む子供の数だ。なんで15歳から49歳？例えば、50歳以上の値も入れてしまうと、おばあちゃんが多い地域は、出生率がやたら低くなってしまい、実態と大幅に乖離するからだぜ。なるほど。まあ厳密な定義論は置いておいて、一人の女性がその地域で一生を過ごした場合の出産数、だと理解してくれれば OK だぜ。じゃあ、この赤色の、2ってのは、一人の女性が一生のうち二人の子供を産むということね。大体そんなイメージだ。では、パッと見た印象値を教えてくれ。暖かい地域の方が出生率が高くて、寒い地域の方が出生率が低い気がするんだけど。だな。現在の日本の出生率は西高東低だぜ。あ、わかったわ。何が？暖かい地域の方が、肌を露出した服装になるから、ムラムラして子供が生まれるんだ。つまり、温暖な気候の方が性に対して大らかになると？そう、当たってるでしょ？どうだろ。あれ？実は、出生率の西高東低は高度経済成長以降の傾向で、1925年の出生率は、東北の方が高かったりするんだ。ほら。完璧な推論だと思ったんだけど、まあ地域をかなり限定してやれば、温暖だから性に対して大らかになる、みたいな議論もできないわけじゃないぜ。でも、西高東低の原因とは言えないのよね？だぜ。で、なぜ東の方が出生率が低くて、西の方が出生率が高いのよ？ヒントが得られるかもとか言ったけど、理由は本気でわからん。なんじゃそれ。所得の多さが関係してるんじゃないの？それも微妙なとこなんだ。え？男性について言えば、所得が多いほど結婚できるし、子供の数も増えるんだけど、女性はその逆で、女性について言えば、所得が多いほど、結婚できないし、子供の数も減るぜ。そんなバカな。実際に、大学教授かっこ女性が、授業でこんなことを言っていた。女性の皆さん、在学中に夫を見つけなさい。さもなくば、高収入を手にして結婚できなくなります。
現在の統計によれば、この中の3人から4人に1人は、教室の空気すごいことになりそう。いや、まだ言っても19歳とか20歳だったから、女の子はヘラヘラしてたけどな。あ、そうなんだ。だから所得が子供の数と関係しているかと言われると微妙だ。じゃあ、その件やしの子育て支援制度の厚さとかじゃないの？それも関係があるとは言えない。少なくとも統計的に優位だとは言えない。マジか。だから真剣にわからん。まあ、出生率は成功到底ってことだけ把握できれば OK だ。消化不良感はあるけど、まあいいわ。細かく市区町村単位で見れば、出生率を高めるヒントが見つかるかもしれない。というわけで、市区町村ランキングを発表していくぜ。合計特殊出生率、第3位、鹿児島県徳之島町、2.40 人。合計特殊出生率、第2位、鹿児島県伊仙町、2.46 人。現代的な感覚で言えば、一人の女性が、平均して 2.5 人も子供を産むって相当だよね。一体何が起きてるの？子供を産んでもなんとかなる空気感、が出生率を高めているそうだ。やけにざっくりしてるわね。具体的に言えば、親が仕事で忙しい時は、近所の人たちが、勝手に遊んで勝手にご飯をあげたりする文化がある。おそらく、これは歴史的な背景が関係していて、うちの子、よその子、という区別があんまりないんだろうな。日本国内でも価値観に結構な違いがあるのね。東京だったら一歩間違えれば不審者扱いなのに。そして、栄えある合計特殊出生率1位は、沖縄県金町、2.47 人。後継ぎとして男児を望むため、男の子が生まれるまで出産し続けるから、だそうだ。また、婚姻前の妊娠に対する抵抗が少ないことも理由だと言われているぜ。ちなみに、これは沖縄県全体の傾向で、故に、都道府県単位で見れば、沖縄県は出生率1位だ。ほうほう。では、ワーストランキングを見ていくぜ。合計特殊出生率、ワースト3位、福岡県福岡市中央区、0.91 人。福岡県福岡市中央区って結構都会なんだよね。だな。なら、都会の出生率が低いのはイメージ通りね。少なくとも都会って、子育てするような場所ではない気がするし。確かに、都道府県単位で見れば、出生率が最も低いのは東京だしな。合計特殊出生率、ワースト2位、京都府京都市東山区、0.89 人。東山区？って都会なの？京都最大の歓楽街があって、舞妓さんが多い場所だな。ここは女子大のおかげで女性が多いんだけど、出産時に女性が流出するため、出生率が下がるぜ。合計特殊出生率、ワースト1位、大阪府豊野町、0.84 人。大阪府豊野町は、これまでと違って完全に田舎なんだけど。じゃあ、なぜ出生率が低くなるの？子育ての環境が整っておらず、結婚や出産のタイミングで、人が流出してしまうためだそうだ。あれま。まとめると、出生率を高めるヒントは、結局あんまりよくわからん、という、どうしようもない結論になるぜ。金があるから子供を産む、金がないから子供を産まない、みたいな話でもないのか。所得が関係ないとは言わないけど、まあ問題は複雑ってことだ。貴重な文献からゴミみたいな要約すな。世帯人数。次は世帯人数だ。つまり一つの屋根の下に、何人で暮らしてるかって話だな。都会は、一人暮らしが多いから、世帯人数が少なくなるけど、田舎は、その逆って感じでしょ？おう、大正解なんだけど、日本地図に反映するともう少し深い議論ができる。そうなん、実際に地図で見てみよう。この地図の見方だけど、色が濃くなれば世帯人数が多く、色が薄くなれば世帯人数は少なくなるぜ。じゃあ、まずは全体的な印象を聞かせてくれ。都市部はやっぱり世帯人数低いんだなって。その通りだな。でも、他にも世帯人数少ないところがあるわね。例えば、和歌山県あたりとか、高知県あたりとか、北海道あたりとか、だな。こうした都市部以外の、世帯人数が少ない地域は、高齢化の進行で、死別を経験した世帯が多くなっているからだ。確かに、孤独死とか特集されていたりするしね。逆に、なぜか東北や北陸は世帯人数が多いわね。そうだな。東北や北陸といえば、何のイメージがある？え、東北と北陸。冬はクソ寒いとか？お、その通りだ。つまり、冬は降雪に見舞われるってことだな。で、それがどうしたのよ？屋根の雪下ろしをしないと家屋が崩壊してしまう、雪国特有のデバフがあるから、人手がないと冬を越せないんだ。つまり、東北や北陸は人手が必要になるんだぜ。だから、東北や北陸の家庭では、親夫婦と子供夫婦が同居することで、一つの世帯に、多くの人数を抱える文化が根付いている。その結果、世帯人数が多くなるんだぜ。まあ、磯野家みたいなのを想像してくれれば OK だ。大
だったら、雪が大量に降る、北海道の世帯人数が少なくなるのは変じゃない？確かに、北海道も東北や北陸と同様豪雪地帯だ。ただ、雪の質が異なる。東北や北陸の雪ってのは、水分量の多い、べしゃべしゃの雪なんだ。だから、降ったら降っただけ屋根に積もるんだけど。うん、北海道の雪ってのは、水分量が少なく、めっちゃサラサラした雪、だ。あ、もしかして、パウダースノーってやつ？よく知ってるな。だから、北海道の雪ってのは、勝手に風で吹き飛ばされるから、少量しか屋根に積もらない。そして、少量の積雪であれば、住宅の作りをちょっと堅牢にすれば倒壊しないし、雪下ろしも必要ないんだ。だから、北海道は世帯人数が少なくてOKなのか。だな。しかし、東北や北陸は親と同居か。嫁姑問題の巣窟になりそうな予感。かもな。ちょっと話が逸れるけど、嫁姑問題に関連してこんな仮説が考えられる。東北や北陸などの豪雪地帯では人手が必要。うん。だから、一家の人数を増やすために、親夫婦と子供夫婦が同居。もちろん、親夫婦と子供夫婦が同居すれば、嫁姑問題も発生しやすくなる。その結果、嫁姑問題を嫌って、若者が結婚を回避する。あ、ということは、日本においては、結婚前の妊娠に抵抗があるため、若者が結婚しなくなれば、子供が生まれないのか。ご名答。つまり、出生率の成功到底の要因は、雪かもしれない。どうしようもないこと言うなや。真っ当な議論なんだけど。え、待って、でもそれはおかしい気がするわ。どこが？さっき、昔は東北の方が出生率が高かったって言ってたじゃん。だから雪だろうがなんだろうが、生まれる時は生まれんのよ。そういう疑問が出るのも当然か。実は、1925年当時、女性は嫁がなければ生計を立てるのが難しかった。だから、結婚を回避するという選択肢はなく、嫁姑問題に耐え忍ぐしかなかった。しかし、女性の社会進出が進み、独力での生活が可能となった今、結婚しなくても良い、という選択肢を女性は手にしたんだ。ああ、なるほど。つまり、1970年以降から、結婚せず嫁姑問題を回避するという選択肢が生まれたぜ。だから、親夫婦と同居しなきゃいけない東北では、結婚しないという人が増えたと。結局手の打ちようないじゃん。例えば、東北の家は全部これにするとかどうだ？勝手に雪を落としてくれそうだし。おもんな。と、世帯人数の全体感が把握できたところで、市区町村レベルでランキングを見ていこう。平均世帯人数第3位、秋田県大潟村、3.25 人。平均世帯人数第2位、宮城県鹿間町、3.28 人。平均世帯人数、第1位、長野県川上村、3.46 人。長野県川上村？さっきのレタス栽培の？だぜ。川上村の世帯人数が多いのは、ちょっとチートなんだけど。人口4000人程度の村に、年間700人近いベトナム人実習生を受け入れていて、それで世帯人数が爆発的に上がっているんだ。ほげー。次にワーストランキングなんだけど、会話同率が多すぎるので、都道府県別に発表しとくぜ。平均世帯人数、第45位、大阪府、2.10 人。平均世帯人数、第46位、北海道、2.04 人。平均世帯人数、最下位、東京都、1.92 人。都会は一人暮らしが多いから世帯人数が減るってイメージは、やっぱり間違ってないのね。だぜ。外国人比率。日本は、在留外国人比率が極めて低い国だ。外国人がいるとちょっと目立つぐらいだしね。だよな。だから、あんまり実感ないかもだけど、実は、直近5年で外国人の数が急増してるんだ。ほら。中国人とベトナム人の伸び率がすごいわね。よくよく考えれば、コンビニでレジ打ちしている外国人の人見るかも。よな。そして今は、日本人口の 2.2% が外国人だ。だからこそ、日本のどこにどの国の人がいるのか知るのは、有益だろう。というわけで、日本地図に最も多い外国人を反映したぜ。グラフの見方だけど、当然、赤が中国人、青色が韓国人、黄色がベトナム人、ピンク色がフィリピン人、緑色がブラジル人、だ。さて、どんな特徴があるか考えてくれ。パッと見ると、韓国人が大阪付近に集中しているわね。これは、戦時中に朝鮮半島から連れてこられた人が、九州北部や、大阪に残っているためだ。九州北部に多いのは、地理的に朝鮮半島から近いからで、大阪に多いのは、朝鮮半島から定期船が出ていて、大阪の大工場地帯で労働をしていたためだ。なお、
在留韓国人の総数は、ピーク時の200万人から徐々に減少し、現在も減少傾向にあるぜ。あと、ブラジル人が、愛知付近とか島根付近にいるのってなんで？ブラジルってほとんど地球の真裏でしょ？これは、いろいろあって一部のブラジル人が日本で職を得やすいためだ。ほう？1900年前後の日本は、明治維新以降の急激な人口増加で、職を得ることができない人が多かったんだ。人口減少が騒がれる昨今を思うと、対照的ね。そんな時、働き手不足だったブラジルが、日本政府に労働者の受け入れを申し出、日本政府がブラジルまでの渡航費を支援して、1908年から1935年で、19万人弱の日本人がブラジルで職を得たんだ。そんなことが、もちろん、当時ブラジルに渡った日本人は、最終的には日本に帰ってくる算段だったんだが、第二次世界大戦が勃発して、日本とブラジルの国交は断絶。その結果、渡航した日本人はブラジルに根付いて、多くの日系ブラジル人が誕生することになったんだぜ。あ、もしかして、日系人は日本で労働ビザが取りやすいとか？ご名答。戦後の日本は高度経済成長を経験。1970年以降、世界経済の覇者となった。飛ぶ鳥を落とす勢いだった日系企業は、安価な労働力かつ労働ビザを取りやすい、日系ブラジル人に着目。愛知県の豊田市や豊橋市では、トヨタ自動車が日系ブラジル人を雇用。島根の出雲市では、村田製作所が日系ブラジル人を雇用。その結果がこの緑色の地域だ。人が余ってる時は人を輸出して、人が足りない時は人を輸入したのか。だぜ。他にもフィリピン人がちらほら地方にいるのは何？これはフィリピンからの人材輸出だな。1980年代に、稼げる産業のなかったフィリピンは、海外への出稼ぎを推奨して、外貨獲得を目論んだんだ。英語を話せる安価な労働力として、フィリピン人は国際市場でも大変人気だったんだけど、フィリピン人の若い女性だけは、人気がなかったぜ。え、そうなん？女性は、建設現場に貼り付けにするほど、体力がないため、基本的に、家政婦になることが多かったんだけど。いいじゃん。若いフィリピン人女性を家政婦として雇えば、あかんやろ。雇い主の夫サイドが余計なことして、家庭が崩壊するだろ。あ、そうね。つまり、家政婦に要求される最強の資質は、料理でもなく、掃除でもなく、既婚であるということだった。だから、若いフィリピン人女性が余ったのね。それに目をつけたのが、接客業で人手不足だった、世界経済の覇者である日本だった。日本政府はフィリピン政府と結託。フィリピン政府は若いフィリピン人女性に対して、謎の芸能人認定証大量発行。今度は、認定証を持ったフィリピン人女性に対して、日本政府はタレント雇用ビザを発行しまくった。こうして、日本国としては珍しく、若い以外はほぼ無条件で、日本の就労ビザを外国に発行しまくったんだ。すごいわね。何の縛りもなく、世界経済を制した日本で働いて OK、というありえない好条件に加えて、日本経済の絶好調期であるバブルもぶち当たって、大量の若いフィリピン人女性が、日本に出稼ぎすることになったぜ。そして、エンターテイナーとして若いフィリピン人女性が日本で職を得たんだ。その名残がこれだ。フィリピン人女性は帰国しなかったの？結構残っているように見えるけど。フィリピン人女性は、歌って踊ることが好きで、なぜか世界最高難度の日本語を軽々習得する。日本人女性ほど要求も高くない。だから、フィリピン人女性が日本人男性にものすごい人気でな。日本人男性とフィリピン人女性の結婚が相次ぎ、時には、年間1万組を超えるカップルが誕生することもあったぜ。だから今でもフィリピン人女性が結構残っている。なんか、日本って結構無茶苦茶なことしてるんだな。世界経済を制するとは、そういうことだ。で、中国人とベトナム人は？韓国人、ブラジル人、フィリピン人が多い場所以外、まばらに分布しているって感じだな。つまり、あんまり法則性がない。じゃあ最後に、市区町村ランキングを発表しておこう。在留韓国人数、第1位、大阪府大阪市生野区、27,861人。在留フィリピン人数、第1位、愛知県豊橋市、4035人。在留ブラジル人数、第1位、愛知県豊橋市、8931人。在留中国人数、第1位、埼玉県川口市、22950人。在留ベトナム人数、第1位、埼玉県川口市、3977人。次はすべてをトータルしたランキングだ。在留外国人数、全国第3位、東京都江戸川区、38115人。江戸川区はインド人が日本で最も多いぜ。ナマステー。在留外国人数、全国第2位、東京都新宿区、38856人。新大久保にコリアンタウンがあり、韓国人が多く、最近ではアフリカ人も増えてたりするぜ。在留外国人数、全国第1位、埼玉県川口市、39270人。なんか、関東ばっかりね。
現に円で外国人の多さを示すと、関東にめっちゃ集中してるしな。魅力的な就労機会は関東にあるからだろう。以上、日本地図で見る人口関連統計についてでした。おつ。今回の種本です。この本、実はコンビニで見つけたんだけど、所詮コンビニ本という意識が支配する中、手に取りました。が、テキスト情報はすべて、学術雑誌、論文、専門書から引いてきていて、引用元を一部参照すると、大切な箇所が、わかりやすく要約されてました。コンビニ本にあるマジキ破壊的クオリティ。動画では人口統計を取り上げましたが、他に、自然、文化、交通、も扱っているので、ぜひ手に取ってみてください。概要欄に書籍リンクを置いておきます。あと、ツイッターでも地図を出してるっぽいので、そちらも覗いてみてあげてください。